今回は視聴者さんからの質問コーナーです。質問内容はこちら。ベッドに触れた時、丸太の上にいい休むなどと表示されていますが、どのように実装したのですか。過去に動画で触れていたらすみません、ということで早速答えていこうと思います。私の場合はイベントごとに休むであったり調べるといった別々の表示を出しているんですけど、市販のゲームの中にはびっくりマークが出るみたいなシンプルなものもよくあります。この動画内ではこれらの表示をヒントと呼ぶことにしますので、あらかじめご了承ください。まず私がこれを実現しようとした時にどんな方法があるかなって考えてみたら、接触判定を使ったり、リーキャストを飛ばしたり、あとは3次元距離で判定したりと、いろいろ方法があるなとは思っていたんですけど、ある時、あれこれそんなめんどくさいことしなくてもよくない？って気がついたんですね。それは何かっていうと、このヒントが出る場所って常にプレイヤーが調べられる場所ですよね。話すであったり調べるであったり、必ずプレイヤーが決定キーを押す場所なんですよ。バキン的に言い換えれば話しかけられる場所なんです。で、バキンってテストプレイをしている時にプレイヤーのコリジョン表示をするとこんな判定が出ます。これってこの短い方のコリジョンが決定キーを押した時に話すことができるコリジョンなんですね。で、この長い方のコリジョンは何かっていうと、イベントパネルのここ一歩前からでも反応するにチェックが入った時のコリジョンがこちらになっています。ということは、バキンは内部的に今プレイヤーが話しかけられる状態かどうかを判定しているはずなんですね。じゃあそのコリジョン判定を使わない手はないなってことで、スマイルブームにその判定方法を聞いて作ってみたのが今回のシステムになります。はい、まずはスマイルブームさんの、ね、方から教えていただいたスクリプトを使っていくことになるので、概要欄の方にねスクリプトのリンク先を貼っているので、まずそちらからtalkable.cs っていうものをダウンロードしていただいて、それを、バキンのイベントの中で読み込んでいきます。はい、で今はもうイベントをすべてね組み終えた状態なんですけども、で実際この状態でテストしてみるとどんな風になっているかっていうと、近づくと話すってね出て、離れると消えると、こんな感じですね。決定キーを押すと話すが消えて喋ると。でセリフが終わったら再びこれね今話しかけられる状態なので話すが出ているっていう感じです。はい、ではね、この中身を見ていこうかなと思うんですけど、まずはこのイベントの左下に C シャーププログラムの割り当てっていうところがあるので、ここを選んで追加から先ほどダウンロードしていただいた talkable.cs を追加します。でこちらを選んで、そして次に PC と一つ追加してもらいます。これですね、この縦棒がついたプラスマークから PC と一つ追加します。でこの PC との開始条件は、自動的に開始並列して繰り返し実行にしておきます。そしてここはね、同じように作ってみてもらいたいんですけど、制御ですね、制御の中の C シャーププログラムの呼び出し、こちらを選んでこの呼び出す C シャープメソッドの中からこの getTalkableForThis っていうものを選びます。そして、結果を代入する変数のところにこのねローカル変数で真偽で追加して作ったこの話せる状態っていうねものを選びます。でこんな感じになったら、で次は変数ボックスの確認で話せる状態が1と等しい時、でこの1と等しい時っていうのは、ここに説明がありますけど、このイベントに話しかけられる状態イコール1です。そして0の時は話しかけられないということですね。話しかけられる状態の時に話すっていうねヘルプを表示させたいんですけど、ここに関してはご自身で自由にカスタムしてもらって大丈夫な部分です。で今回はサンプルとして、文字列変数の代入をしてね、ここにグローバル変数の中にヘルプテキスト文字列っていうものをまあ作って、でその中に文字列話すっていうものを、代入してます。そして、今度はこれですね、イメージとして画面に文字を表示するで、この変数を呼び出しています。で表示位置に関しては、これ今ね手動で入れてるんですけど 640×260 ってね、もし自分で自由な場所に出したいっていうのであれば、プレイヤーの X 軸とかね Y 軸とかそういうのを取得して自分の自由な位置に変数で指定してあげてもいいです。今回は直接ね数値を入力して表示させています。
で、ここはちょっとややこしい処理になってるんですけど、まあ、同じようにね、組んでいただければなと思います。ここで、新しいね、ローカル変数、前回話せる状態だったっていうものを作成して、これが1と等しいときに、0番を非表示にする。つまり、この話すっていうね、文字列を非表示にするという処理を組んでいます。で、この一番最後に、前回話せる状態だったっていうね、ローカル変数の中に、この話せる状態のね、ローカル変数をそのまま代入してやります。シートの実行条件のところに、イベントスイッチをね、追加して、グローバル変数としてヒント有効っていうものをね、作って、そちらがオンの時にこれが実行されるようにしています。で、P シートの中身はこれで終わりで、で、イベントの方は、トリガーが話しかけた時で、ここで、コモンイベントをね、呼び出しています。で、ここが何が起こっているかっていうと、コモンイベントの、ここですね、ヒント無効化っていうね、ものがあります。ヒント無効化の方は、開始条件なくて、先ほど作ったグローバル変数、ヒント有効をオフにしています。で、この0秒のウェイトはおまじないとして必要なもので、イメージ0番を非表示にしています。で、これは、話しかけた瞬間に話すっていうね、ヒントが消えてたと思うんですけど、その処理ですね。そして、ヒント有効化の方は、その逆ですね。ヒント有効をオンにして、0秒のおまじないを入れているという形です。で、これで、このね、こんにちはっていうメッセージを挟んでやると。で、最後の仕上げに、コモイベントで一つ用意してもらいたいものがあって、このね、初期設定として、自動的に開始、並列して1回だけ実行のトリガーで、これですね、ヒント有効オンにするっていうものを一つだけ作ってもらえればなと思います。で、これをしておかないと、最初にね、話すが出てくれないので、とりあえず、初めにこれだけはオンにしておいてください。で、全体の構造としてはこういう感じになってます。で、この作りになっていれば、これをね、コピーして、こうね、複数置いたとして、で、これの、この部分ですね。例えばここが、調べるにして、で、じゃあこっちは、ドアを開けるとかな、開けるにしましょうね。開けるにして、OK と。で、やってやると、近づくと、話すが出て、この人に話すと調べるが出て、こちらに行くと開けるが出るという感じで、それぞれ別のヒントが出るようになっています。で、ちなみに私が作っているね、ゲームの方ではどうなっているかっていうと、作りはねほぼ一緒なんですけど、先ほど自由にカスタムしてくださいって言った部分ですね、そこがちょっと違う作りになっています。基本的に、全てヒントの表示はフリーレイアウトのね表示で作っています。レイアウトツールのヘルプキーアイコンっていうフリーレイアウトとヘルプテキストっていうね2つのレイアウトを用意しています。で、このテキストの方には先ほどと同じ変数が入るっていう形ですね。で、ここでキーアイコンを追加で表示して、ここでテキストを呼び出しているという作りにしています。で、ここからはちょっと余談なんですけど、このね E 休むっていうね書いてあるんですけど、この E っていうのは私のゲームが E キーを決定にしているので E ってね表示させているんですけど、一般的なゲームってあのキーコンフィグってあるじゃないですか。例えばこの設定を開いたら、今バキンだとね、あの標準設定でこういうのがあるんですけど、ここにキーコンフィグっていうものが出て、でキーコンフィグを選ぶとプレイヤーが自由に決定キーは E じゃなくてスペースがいいなとかエンターキーがいいなっていう風に選べると。で、それを変更した瞬間に、ここの E が自分がねあらかじめ設定しておいた、アイコンに勝手に変わってくれるとっていう風になってくれるのが一番理想なので、まあ、今後ねバキンの、キーコンフィグ関連のアップデートにはね期待しているんですけども、まあ、希望としてはゲーム定義の中のこのキーボタンの割り当てっていうところでね、このキーボードとコントローラーとかねせっかく分けてあるの で、ここの、どこかの列にあのアイコンを設定できるような、列が追加されて、プレイヤーがね今何のデバイスで入力をしているかを自動で検知してゲームパッドで入力していたら、このゲームコントローラーの決定のところに設定されたアイコンに自動で切り替わると。で、ゲームパッドをやめてキーボードで
WSD を操作し始めた瞬間にキーボードの方に、設定したアイコンに切り替わるぞ、まあ、そういったねあのものが今後実装されてくれれば嬉しいなと思います。といったところで今回は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。